はい、こんにちは、マロです。僕のチャンネルではですね、たくさんのワイヤレスイヤホンを紹介させていただいてるんですけど、これからは有線イヤホンの時代ということでですね、世界では再び有線イヤホンが脚光を浴びております。ファッションアイテムとしても再び注目を浴びてますね。で、最近はですね、そのポータブルダックだとか、その Bluetooth レシーバーだとか、バランス出力に対応したダップなんかもね、結構低価格でどんどん出てきておりまして、この有線イヤホンの楽しみ方っていうのもどんどん変わってきてるんですよ。そういったところもね、ワイヤレスと比較してもなかなか面白いんじゃないかなと思います。僕が使っていて楽しい、皆さんにおすすめした有線イヤホンもね、どんどん紹介していこうと思ってます。というわけで今回もですね、また名機を一つ紹介してまいりましょう。それがこちらですね。よいしょ。はい、こちらソニー XBA-N3 でございます。名機と呼ばれるね、イヤホンを探していたらこいつのね、名前が出てきまして、ブロガーさんのね、記事なんかのめちゃめちゃ評判が良くて、リスニングイヤホンの名機と呼ばれております。これはですね、最近発売されたモデルじゃなくて、2016年、もう5年以上前にですね、発売されたモデルなんですよ。ですがオーディオファンからも未だにですね、高い評価を受けているイヤホンでございます。価格がね、現在 Amazon で3万円ぐらいと、かなりハイエンドクラスのね、イヤホンなんですけども、僕ね、ソニーのこういったハイエンドモデルって使ったことなくて、昔2、3000円ぐらいのね、イヤホンは使ってたんですけども、3万円クラスは初めてだな。そして魅力的なのがですね、こいつダイナミックドライバー一発じゃなくて、バランスとアーマチュアを備えたハイブリッドドライバーモデルなんですよ。ソニーの複数ドライバーモデルってめちゃめちゃ興味がありますよね。一体どんなサウンドになってるのか。ソニーといえばですね、最近こちらノイキャンイヤホンのね、WF、 この WF1000XM4 みたいなね、完全ワイヤレスイヤホンでね、注目を浴びてるんですけども、この有線イヤホンの実力っていうのはどうなんでしょうかね。価格も3万円とね、この WF1000XM4 と近いので、音質なんかをね、ちょっと比べてみたいと思います。それではですね、こちら XBA-N3 紹介してまいりたいんですけども、今回ですね、僕これ新品ではなくて中古で購入しております。 Amazon 価格で3万円くらいなんですけども、イヤホンさんで1万8000円くらいで購入しました。めちゃくちゃ新しい製品でもないですし、今年はですね、いろんなメーカーのいろんな名機をね、数試していきたいということで、あえて新品で買う必要もないのでね、中古品を選んでおります。って言ったらね、聞こえはいいんですけど、ただケチっただけですね。ちょっと節約したいんですよ。というわけでオープン。よいしょ。ご対面。ういやー。元はね、3万円オーバーということで、このパッケージにも結構高級感ありますね。で、こちらがですね、本体なんですけども、はい、このようにですね、シンプルなカナル型のイヤホンっていう感じですね。本体はブラックのカラーに、ところどころね、このゴールドが散りばめられていて、ソニーらしいと言いますか、派手すぎないんだけども、かっこいいデザインになっております。そして今回ね、状態がいいと言いますか、付属品もしっかり残っていて、はい、こちらオリジナルのシリコン素材を採用したトリプルコンフォートイヤーピースが SML 3種類ついております。パッと見はね、ウレタン製のチップに近いような感じなんだけども、それよりも弾力があって、密閉感非常に高そうなチップになってますね。普通のシリコンタイプよりもすごく厚みもある。どんなフィット感になってるのか非常に楽しみです。そしてこのようにですね、かっこいいレザー調のね、キャリングポーチもついております。中を開くと、本体に付属されているものとは別に、普通のシリコンタイプのイヤーチップが3種類、そしてケーブルを服などに固定するピンもついてますね。こちらの XBN3 はですね、 9mm のダイナミックドライバーとは別に、バランスのアーマチュアドライバーが1機搭載されたハイブリッドモデルとなっております。ソニーのハイブリッドモデルって僕家には持ってないので、非常に楽しみですね。コンセプトはですね、原音の持つ美しさをありのままに表現するということで、真鍮音導管を採用しておりまして、これによってですね、伸びのあるクリアな中高音を実現したとのことです。そしてこのケーブルにも工夫がございまして、非常に絡みにくい仕様になっており、4芯のヘッドホンケーブルを採用しておりまして、左右の音が混じり合ってしまうクロストークという現象が起こりにくいですね、ケーブルになっておりまして、より音の広がりや豊かな低音をサポートしてくれるみたいです。そしてリケーブルも可能となっておりまして、はい、このように MMCX コネクタが採用されております。ですからケーブルが断線しても取り替えたらまた使えますし、リケーブルしてバランス接続なんかも楽しんだりすることができます。音質も簡単にアップグレードできて、スマホやダップなど幅広いデバイスで楽しむことができます。で、リケーブルタイプってこの接続部分、ここがね、結構破損しやすいらしくて、そのものによってはこの辺がね、割れやすいものとかあったりするみたいなんですけども、こっちの N3 はですね、このコネクター部分が金属でしっかり補強されておりまして、こういった部分も劣化しにくい仕様になってるみたいです。そしてですね、もちろんハイレゾ対応で、ソニーがサポートしている360リアリティオーディオにも対応しております。それではソニーのね、名機の実力、この WF1000XM4 とね、比較してちょっと楽しんでみたいと思います。
ただですね、音質チェックしていきたいんですけども、比較のためにですね、まず WF-1000XM4 から聞いてみたいと思います。個人的にはね、去年最高のワイヤレスイヤホンって言ってやっぱこれですよね。決して機能も豊富だけじゃなくて音質もめちゃくちゃいいですからね。では行きます。ウィー。最近ね、有線イヤホンばっかり結構使ってるんですけども、改めて聞くとこんなに音良かったっけ。低域のボリューム感もしっかりあるし、中高音もですね、変にシャリシャリしてなくてナチュラルに結構力強いでしょ。かなりバランスいいんですよね。どこかの音域に違和感を感じないので、オールジャンルね、楽しみやすいサウンドになってます。いやー、改めて聞いても素晴らしい。というわけで今度はですね、 XBA-N3 ね、聞いてみたいと思います。結構ね、価格も近い有線イヤホンなので、非常に評価の高いね、 WF と一体どんな音の違いがあるのか楽しみです。有線イヤホンの実力も WF の完成度もチェックできますよね。まず装着感なんですけども、装着感はシンプルにつけやすいですね。ワイヤレスイヤホンみたいに本体でガチッとね、耳に固定する感じではないんですけども、イヤホン小ぶりなんでね、非常に装着感は軽いです。ちょっとチップに頼ったような付け心地にはなってますけどね。で、荷重のかかり方もすごい良くて、変にごちゃついたりだとか、なんか突っ張ってるような感じは全然しないですね。こう首を振っても安定感もいいです。ケーブルのタッチノイズは普通にするかな。それでは聞いてみます。うい。これだわ。これこれ、まさにソニーサウンドって感じ。このどっしりした低音と厚みと密度の高いね、低音ですよ。一応ね、原音をありのままに表現っていうのがキャッチコピーになってるんですけども、めちゃくちゃ低音強いですよ。レビュー記事とか見てたら結構フラット寄りで、なんかモニタリングイヤホン的な要素もあるのかなと思ったんですけども、そうは感じないかな。低音重たい重たい。最近ね、バランスのいいタイプばっかり使ってたからそう思うのかも。いやー、でもこれはね、めちゃくちゃ好きな人多いサウンドですよ。昔使ってたね、ソニーのイヤホン思い出すと言いますか、ちょっと懐かしい音でもありますよ。もちろん当時使ってたのはね、安いものだったので、もうグレードは全然違うんですけどね、なんかあの時の音がめちゃくちゃブラッシュアップされて超高音質になったような感じ。やっぱソニーサウンド楽しいわ。というわけでですね、 XBA-N3 の、ね、感想をお伝えしていきたいと思います。まずこちらの WF-1000XM4 との比較なんですけども、さすが有線、やっぱり音の滑らかさだとか密度っていうのはもう全然違いますね。 WF もですね、めちゃくちゃ音進化してるんですけども、やっぱり有線との差はこの音の自然な質量感にですね、結構差があるんだなと感じました。特にドラムのバスの音なんかめちゃくちゃ気持ちが良くて、締まりのいいドスっていう音が来たら、その後にこうブオンとね、プレスされるような圧力っていうのがグッときますね。このソニーの低音ってさ、改めて聞くとめちゃくちゃ面白くて、変にスカッとキレが良すぎないし、かといってウーファー的なボーンっていう圧力も強すぎなくて、音のキレ感とこの低音の厚み、伸びのバランスっていうのがもう絶妙なんですよ。これがすごく楽曲の土台を支えてくれますし、サウンドに重量感と深みを与えてくれるんですよね。この低音の力強さはね、なんか原音忠実っていう感じはあんまりしないんですけども、強いて言うなら音の輪郭がもうモヤモヤするっていう感じではないんですけど、不自然なくっきり感っていうのがなくて、自然にナチュラルにちょっと輪郭がぼやけたようなサウンドになってますね。このあたりは原音の美しさを目指したっていう感じがします。こもってる印象は全然なくて、逆に耳当たりのいいサウンドになってます。そして中高音なんですけども、中高音もね、めちゃくちゃ滑らかで伸びもいいですね。結構強力な低音の中でもボーカルっていうのもすごい聞きやすいですし、シンバルやハイハットの響き方っていうのも結構自然ですね。線が細いシャーンっていう響き方ではなくて、結構金属っぽいチャーンっていう音がしっかり出てますね。特に高音域帯はね、刺さる印象っていうのが全然なくて、先ほども言った通りですね、中高音も原音らしく、変にシャープだったりとかエッジっていうのが全然効いてないんですよ。そういったモデルって結構こもりがちに聞こえることが多いんですけども、そこはね、バランスのアーマチュアドライバーを採用したせいか、アプローチ力の強い低音の中でも変に輪郭をはっきりさせてバランスを取ってるっていうよりは、純粋に音の密度で輪郭をきれいに保ってるっていう感じで、それがですね、ボーカルや楽器のサウンドに自然な肉厚感を与えてくれて、そしてさっきのね、真鍮温度感を採用してるせいか、ナチュラル感のあるボーカルだとかギターサウンドがぐーっとこう伸びてくれるような感じがしますね。あと再確認したのは、ソニーのサウンドってどんなジャンルでもいけるよね。一見低音寄りだからロックやメタルで EDM なんかにはね、バッチリ合いそうなんですけども、結構おとなしめのピアノサウンドとかジャズ、クラシックなんかでもピアノの音の肉厚感とかウッドベースの深み、バイオリンの音の伸びなんかも非常に良くてですね、しっかり表現できてると思います。でそういった楽曲になると、過度に低音が効いてるような印象はなくて、曲に凄みを持たせる効果として低音がしっかり働いてるっていう感じがします。
変に切れすぎたり低音がボーンと太すぎるとこういうサウンドにはならないんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ飛び抜けて合うっていうジャンルもないんだけども、合わないジャンルっていうのもないよね。どんなジャンルを聴いても楽しいっていうのがソニーサウンドの特徴じゃないかなと思います。ただ音の分離感っていうところではその各楽器のサウンドが違う距離感で聞こえたりだとか音場の広さっていうのもしっかり感じられて、そこはまあいいんですけども、楽曲によってはねちょっと低音というかバスの音が前に出すぎてるかなっていう印象があります。その中でもボーカルは比較的よく前に抜けてきてくれるなっていう感じではあるんですけども、そこが少し好き嫌い分かれるかもしれませんね。バランスという面ではこっちの WF-1000XM4 の方がまあフラット的で聞きやすいんじゃないかなと思います。今度はですねポータブルダックにつないで使ってみたいと思います。さあ音はどんな風に変化するんでしょうか。じゃあ行きます。ほい。あーこれねダックにつなぐと音の印象変わるわ。先ほど話したナチュラルにぼやけた音の輪郭なんですけども、これがさっきよりもくっきり聞こえる。とは言ってもナチュラル感を崩すほどパリッともしてないしくっきりしすぎないところがいい。どっちかというと輪郭がしっかりできたなっていうよりは音の締まりが良くなったような感じで、スマホ直差しの時は結構低音が前に出てきてるなっていう感じだったんですけども、ダックを経由することによってこの中高音域がぐっと前に出てくるようになりましたね。低音の密度なんかもさっきよりは上なんだけども、ボーカルだとかシンバル、スネアの音っていうのがぐっと前に抜けてきてくれるようになりました。音の分離感っていうのも良くなってる。さあ今度はですねリケーブルしてバランス接続で聞いてみたいと思います。こうやっていろんなね形で楽しめるのが有線のいいところ。ちなみにケーブルはねフィーヨのリケーブルを使ってます。これがねすごい面白くて、この端子の部分ね 4.4mm だとか 2.5mm、3.5mm に変更できるんですよ。ケーブルごと取っ替えなくてもいいんですよね。これ面白くて使ってます。じゃあ行きます。ほい。おーおー、これバランスで聞くとめちゃくちゃいいよ。音の開放感もねシングルエンドの時よりもぐっと増しますし、中高音の抜けっていうのもさらに良くなりましたね。かといって低音が薄まった感じは全然してない。中高音の輪郭も今まで以上にすごくくっきりしてますよ。それでもキンキン刺さる印象のないすごく滑らかな中高音域してますね。これバランスで聞くとめちゃくちゃ印象変わるよ。でさ、今までアプローチの強かった低音がしっかり楽曲の土台となって、後ろからぐっと楽曲を後押ししてくれるような気持ちのいい位置関係になるんですよね。あのねこれ個人的にバランス接続のめちゃくちゃ気に入ってるところなんですけども、まあ、高音だとか低音だとか偏りのあるサウンドっていうのがめちゃくちゃ聞きやすくなるっていう特徴があるんですよ。だからこれだけスマホ単体で聞いた時と印象がガラッと変わっちゃうんでしょうね。特にこの XBA-N3 はその辺顕著じゃないかな。フラットじゃねえよ、低音めっちゃ出てんじゃんと思ってた音がかなりバランスが取れたサウンドに変化してます。この N3 はですね別途バランスケーブルが販売されていたりだとか、その同封されてるモデルが販売されていたり、そういったバランス出力だとか高出力を前提に音作りされているのかもしれませんね。というわけでね、こちら XBA-N3 紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。ソニーらしい重低音も原音らしい伸びやかな中高音も両方楽しめる素晴らしいイヤホンでした。ソニーのハイブリッドタイプって初めて持ってみたんですけど、なかなか完成度高いですね。めちゃくちゃ楽しいイヤホンですよ。で今までこのシリコンタイプのイヤホンって聞いてたんですけども、これだと低音の迫力っていうのがもうバチバチに出るんですよ。で付属のですねこのトリプルコンフォートのイヤーピースに変えるとですね、少し低域の重さが抜けて中高域の抜けっていうのが良くなります。重すぎる低音が苦手っていう方はこのように付属のイヤーピースで簡単に味付けを変えて楽しむこともできますね。シングルエンドからダック経由バランス接続でガラッと印象が変わるところも楽しい。スマホなんかで聞いてこれいいじゃんって思った方はこういったポータブルダックだとかリケーブルで2倍3倍楽しめますよ。本来3万円のところですね、僕は中古で1万8000円ぐらいでねゲットできたんですが、中古イヤホンもいいと思いますよ。僕ももっと若い頃ね結構いろんなイヤホン使ってたんですけど、イヤホンの本体自体が壊れたことって一度もなくて、故障のほぼ全てが断線だったんですよ。で修理もめんどくさいし、どうせだったら違うサウンドも楽しんでみたいなっていうので買い替えてたんですけども、ただこういったリケーブル可能なタイプはケーブル交換するだけでねまた使えるようになりますし、故障のリスクっていうのもぐっと減らせますし、なおかつワイヤレスみたいにバッテリーが下手ったりもしませんからね。ですから状態のいいものだったら中古でも長くね楽しめると思います。本当に欲しいイヤホンに巡り合うまでつなぎで使う程度だったら全然大丈夫じゃないかなと思います。興味のある方は概要欄にリンク貼ってますので一度チェックしてみてください。この動画が参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。